JTBC は大韓民国で衛星放送やケーブルテレビ向けに放送を行っている中央日報系のテレビ放送局。社名は中央東洋放送の略で同じ中央日報系である東洋放送を前進としている。日本の法的区分では衛星または有線一般放送事業者に相当するが地上波局並みの総合編成を行う点が日本とは異なる。 スローガンは、または、カラーリング・ユア・ワールド。2009年に、リア・キヒロ政権下で、規制緩和の一環として、メディア関連の改正参法案が施行されたのを機に、2011年12月1日に、開局。当初運営する、中央日報は、東洋放送の略称でもあった、TBC をチャンネル名にしようとしたものの、ペグ放送が略称として使用していたため、 中央のイニシャルである J を付けた現在の名称となった。また、東洋放送と提携関係を結んでいた日本テレビ放送網がソウル放送会局時に提携関係を樹立したこともあって在東京の主要テレビ局で韓国放送会と関係が薄かったテレビ朝日が出資、業務提携を行っている。開局当時は復活 TBC 誕生。 JTBC を掲げており、これは東洋放送が1980年に全都間軍政により言論等配合策をもって強制配局の後韓国放送公社に吸収された経緯から来ている。このため、KBS や同じ地上派である韓国文化放送とは対抗する関係にあり、2012年11月に MBC が夜のニュース番組 MBC ニュースデスクの放送時間帯を今までの21時台から SBS8 ニュースの真裏にあたる20時台に移す。改編を行うと夜のニュースを22時台から KBS ニュース9の真裏にあたる21時台に移動し JTBC ニュース9に解題。その際、PR スポットでは KBS、MBC という挑発的なメッセージを発している。 2012年より韓国のスポーツ誌である日韓スポーツとゴールデンディスクショーを共同主催している。2014年に JTBC は次曲の ID 映像と合わせて使用するブランドソングとして JTBC を採用した。本楽曲はロックバンド紫リンのボーカリストであるキムユナが作詞、作曲、歌唱を手掛けており、その後2017年、 2020年の2度にわたり書くアーティストとコラボしたバージョンが制作された。なお、これまでのバージョンは同社のホームページで聞くことができる。以下は楽曲に携わったアーティストである。映画、テレビドラマなどの各種コンテンツ制作会社。1999年にサイバー中央として設立。その後、吸収合併や数回の社名変更を経て2020年2月に、 旧社名の JTBC コンテンツハブから現在の社名となった。2019年よりアメリカの動画配信サービスネットフリックスと複数年にわたるコンテンツ配信契約を結んでいる。また、自社参加の映画会社及びドラマ制作会社を保有している。2020年12月には中国の IT 企業テンセントが同社に対し1000億ウォンの出資を行い、 7.2%の株式を取得している。番組制作業。広告代行業。旧社名は J メディアレップで2015年12月より現社名となっている。JTBC の姉妹チャンネルである j t b c に JTBC ゴルフスポーツ、JTBC ゴルフの運営会社。放送業以外に出版事業も手掛けており、L、コスモポリタン。 ハーパーズ・バザー、エスクワイアの4種を発行している。放題のある作品、または現代のまま日本で放送、配信されている作品のみを記載する。放題のある番組、または現代のまま日本で放送、配信されている番組のみを記載する。2016年3月に QTV より解消。ブランドスローガンは、20から30代の若い視聴者をターゲットに、 つえており、JTBC で放送されている番組で構成されているスポーツ専門チャンネル。2015年8月に、米フォックスネットワークスグループの子会社であるフォックス、インターナショナルチャンネルズアジアとの提携により、JTBC サンフォックススポーツとして開局。その後2020年3月のリブランディングにより、現在のチャンネル名となっている。2018年4月に開局。 ブランドスローガンは20から30代特にミレニアル世代の女性視聴者をターゲットに美容、ライフスタイルグルメなどを取り扱った番組編成が特徴。ゴルフ専門チャンネル2005年1月に J ゴルフとして開局し2015年3月のリブランディングにより現在のチャンネル名となっている2012年6月 JTBC が 2014FIFA ワールドカップアジア4次予選において、韓国チームが参加する試合の独占中継を行った際、地上波ではない有料チャンネルである同局が放映を独占していることが問題視された。韓国内の放送、通信の規制監督機関である放送通信委員会は、JTBC に対し国民全体世帯数の75%、 以上の世帯が視聴できる放送手段を確保しなければならないとの通知を出したが JTBC は同委員会が2012年に発表した資料をもとに有料放送加入世帯は全人口の88%を超えるとし問題がないことを主張した2019年6月国際オリンピック委員会は2026から2032年までの韓国国内における放映権を JTBC と単独契約した。それまでは日本のジャパンコンソーシアムと同様、地上波三局によるコンソーシアムコリアプールによって放映されていたが、同年4月 IOC より放映権購入の申し出を断られていた。また、コリアプールは当初 JTBC に共同入札を要請していたが、JTBC はこれを拒否し、共同入札金額よりも高い金額を IOC 側に提示していた。韓国放送協会は声明で、有料チャンネルである JTBC のみでしか放映されない場合、無料の地上波放送しか受信できない国民が排除され、放送法で規定された普遍的視聴権が侵害されると反発。同時に IOC に対し、オリンピック中継の経験が全くない放送局に最高額を提示されたという理由で放映権を 渡そうとしているとして、決定を撤回するよう促した。一方、JTBC 側は放送通信委員会の調査報告をもとに、全世帯の95.6%が有料放送を通じてテレビを視聴しており、地上波放送も大部分が IPTV やケーブルテレビを通じて視聴されている、べての有料放送加入者は JTBC を視聴できるため、 事実上全国民が主張可能であるとし、普遍的主張権の侵害には当たらないと反論している。ありがとうございます。